ウルサン級フリゲートは大韓民国海軍が運用するフリゲートの艦級。設計は HD 海 -2000 型と称されており、韓国型護衛艦の計画の下で旧隻が建造された。1970年代、牧政規政権は自己完結型の国防力整備を目指した8カ年計画を発表した。これは、 国内技術による艦隊建設を施行したものであり、これに基づいて建造された韓国発の国産大型水上戦闘艦が本級である。設計は、おおむね、並行して、設計、建造された東海級コルベットと同系列のものとなっている。線形は平ら艦艦型とされており、比較的還元の低い船体の上に4層とせの、 高い上部構造物が設けられている。復元性確保のため上構えはアルミニウム合金製とされているが、それでも不足があり、収益後に固定バラストを追加搭載している。また管内偽造には木材が多用されるなど、ダメージコントロールの面で問題が指摘されていた。主機関としては、巡航機としてドイツのマトゥフリード・ドリヒスハーフェン社製。 マトゥー 12V956TB82、ディーゼルエンジン2機、高速機として、アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック社製、LM2500 がスタービンエンジン2機を搭載し、減速機を介して2軸の可変ピッチプロペラを駆動する、コドック方式が採用された。本級は、韓国海軍の水上戦闘艦として、初めて艦隊艦ミサイルを搭載するなど、重兵装を施行している。 ただし基本的には、方向兵器を主体とする放送型フリゲートであり、収益時点からすでに時代遅れの艦は否めなかった。環境構造物後部には、搭乗の前、小柱が設けられている。その上部には、前期型では放射撃式と、低空警戒兼用のシグナール射精、X バンドレーダーである WM-28 の卵型レドームが、設置されていた。 後期型では、やはり、X バンドで動作する、丸高2射線 S-1810 対空、対水上捜索用レーダーに変更されており、放射撃式用としては、同射の S-1802 が、環境構造物上に設置された。また、水上には、S バンドの対空捜索レーダーである DA、DA-05 が設置されていた。なお、ソナーとしては、当初は、シグナール射線、 10kHz 級の PHS-32 を船底に備えていたが、後に冷静音車の同級機であるで -1167 に換装された。手法としては 76mm コンパット砲を植え、構え前端の01レベルと完備甲板状に1機ずつ設置されていた。これを保管する中高系基準としては当初は、 エリコン KCB30mm 基準を連想に、廃したペーマー損車製の有人砲塔である EX-74 を搭載しており、環境直前の02レベルに1機、環境構造物直後の同レベル両限に、各1機、上構え後端の01レベルに1機の k 4機が搭載された。後期型では、コンパット 1440mm 連想基準に変更され、 環境直前の例2レベルのほか、上構え後端に大型の甲板室を設けて、その正面両端の例2レベルに1機ずつの計算機を搭載した。なお主兵装であるハープーン艦隊艦ミサイルは、4連装発射等2機に収容されて、煙突直後の0 1レベル両舷に搭載されている。前期型の FF-952 ソール、後期型の FF-957 ン。 南韓名は大韓民国の地方行政区画から取られている。台湾への輸出が構想されたがこれは実現せず、代わって採用されたのが、フランス海軍のラファンエット級フリゲートをベースに、独自兵装を施した皇帝級フリゲートである。その後、バングラデシュに、ウルサン級を原型とした DW2000H 型を一隻輸出することに成功した。しかし、運用すると、 数多くの欠陥が見つかった上に、当時経営危機下にあった大部財閥に、あえて発注し、リベートを受け取ったとして、バングラデシュ国内では、発注時の首相まで巻き込む、汚職事件となった。FF-951、ウルサン1983年4月9日に、チェジュ東方海場で沈没した、第1、マサン号船長ら7人を救助している。 1983年12月に指揮官として富山多大浦海岸に浸透したスパイ船を撃沈している。1993年に韓国海軍艦艇として初めてロシアウラジオストクを訪問。FF-952、ソウル1990年に姉妹艦、バサンともに韓国海軍艦艇として初の艦隊兵を合同演習に参加している。 FF-953 中南1991年に韓国海軍艦艇で初めてスエズ運河を通過している。その翌年には韓国海軍初の世界一集航会を行った1998年艦隊平洋合同演習に参加。他には戦備体制最優秀艦、最優秀法術艦などの受賞歴を保有しており、 海軍艦艇の基準を意味するベンチマークシップの称号を受けている。2018年6月19日12時30分頃、軽症南道、東映市翼地島の南沖25マイルで訓練中の FF-955 馬ンで爆発事故が発生した。この事故で21歳の歌手官1名が負傷し、ヘリコプターで国立不山大学病院に運ばれたものの、 死亡している。海軍は射撃訓練のために3 0ト、mm、ル機関砲の砲弾を解除する作業中に事故が発生したと推定している。FF-951、ウルサンと FF-952、ソウルはそれぞれ艦名の由来となったウルサン広域市とソウル特別市に記念館として保存されている。2014年12月30日に、沈海軍港で、 退役式典を行った。その後、ウルサン市南区と海軍本部との協議が行われ、展示施設としての価値があると判断が下され、ウルサンの無償貸与契約が締結された。合計24億ウォンをかけて回収され、2017年4月18日に完成、4月20日から、ウルサン広域市南区調整裏で一般公開されている。 機関室やいくつかのコンパートメントは閉鎖されたものの、乗務員の寝室、CIC、艦長室、環境などが見学可能である。料金は、個人1000ウォン、団体800ウォン、2015年12月31日に退役した。その後海軍とソウル市の間で、ソウルを無償対与する契約が交わされ、2017年7月28日に、 ソウルシアサウラ区の望遠観光公園まで移送された。同年11月22日にソウル観光園としてオープン。公園内に展示されている艦艇は、ウルサン級、フリゲート、FF-952 ソウル、チャムスリ型小海艇、PKM-285、トルゴレ型潜水艇、SSM-053 の3隻。ソウル、 PKM-285 ではそれぞれ館内の見学をすることが可能で、トルゴレ型潜水艇には案内センターが併設されており、写真や映像展示の見学ができる。入場料は大人3000ウォン、青少年、軍人2000ウォン、子供1000ウォンで20人以上の団体客は30%割引かれる。なお、ウルさんが地上に固定されているのに対し、ソウルは、 観光に浮かべられた状態で展示されている。ありがとうございます。